こんにちは、AV 関西堺店の岩田です。ちょっと今日はガレージの中に入れて撮影してます。若干雨なんです。新車なんであんまり濡らしたくないという事情です。今日紹介する車は、みんな大好き鈴木のラパン新型ですね。前からそうでしたけど、こういうウサギのマーク、可愛らしいウサギのエンブレムが特徴の車です。丸っこいデザインで僕は好きです。こういうの古い感じというかね、いいんじゃないですか。サイズもやっぱ軽自動車いいっすよね。ええサイズですわ。ほんまによく考えられてます。やっぱ鈴木車作るのうまいっすよね。なんかね、今ちょっといろんなメーカーがいやいやはね、悪いことしてなんや言われてますけど、鈴木一車種だけでしたよね。まあちょっとね、他のメーカーどうか分かんないですけど。さて、そんな新型鈴木ラパンに、今回はナビゲーションと、簡単なスピーカーとシンプルなシステムですけど、こういう車には取り付けの参考になるんじゃないでしょうかという感じのものを紹介したいと思います。オプションになるんだと思うんですが、全周囲カメラですね。ミラー下、フロント、もちろん向こうのミラーもそうですけど、あとここにもバックカメラという形で4箇所のカメラがついてます。このカメラを使って全周囲カメラが使えるように純正になってるんですが、そのまま社外品のカメラつけたって取り付けできるわけではないので、ちょっと特殊なアダプターといいますか、まあ全部純正で買えますから何度でもなるんですけど、そのあたりを事前に準備しておく必要があります。それさえあれば鈴木のこの辺の全周囲カメラ問題なく社外品ナビに交換できるので、ぜひ交換しましょう。乗り込みます。エンジンかけます。ポチッとな。取り来た。これね、いいっすよね。鳥が可愛いですよね、ウサギよりもね。さて、今回取り付けしてるナビは、はい、エンジンかけるといろいろ喋りますよね。パイオニアの楽ナビです。通常7インチですけど、このパネルキット純正で全部用意してあります。この辺使うと8インチモデルが無加工で取り付けできるので、まあできれば大きい画面がいいんじゃないですか。ディスプレイオーディオとかフローティングみたいにこうひょっこりと9とか10とか11でもいいですけど、なんかこの車の場合こういう白多いパネルでシュッとついてる方が似合ってるんじゃないかなと思います。まあむちゃくちゃ個人的な意見で言わせてもらうと、ナビじゃなくてなんか普通の 2D の CD デッキみたいなのがついてるともっと似合うんじゃないかな。あの顔こう開くやつとかじゃなくてね、一体のやつ、あんなんついてると一番似合うのは似合うんじゃないかなと思います。もう不便でしゃあないですけどね。もうこういう風な形で普通は 2D のナビをつけるんじゃないでしょうかね。この画面は、取り付けしてすぐの時、販売店の人とか取り付けしてる人はもうみんなおなじみですけど、初期学習が済んでないとこの状態で立ち上がってきます。意外と知らない人も多いかもしれないです。起動モードは通常決定、これで立ち上がります。でもちろんステアリングリモコンですね。これでボリューム動きます。で曲送りもできます。ソース切り替えとかもここで全部できます。でさっきの全周囲カメラの話ですけど、ブレーキ踏みます、リバース入れます。でこういう形で全部映ります。これちょっと画面崩れてるのはドア開いてるからです。閉めます。こうですね。なら左の画面で全体上から見た感じ、で右側の画面で後方の映像が映ると。でハンドルを切ればちゃんと進路予測線も動く。で同時にこっちの画面もこうね、横の
バー動いてるの分かります？こういう風に動きます。これはそのどこまで膨らむんやっていうのをメーカー側のついてる機械がそのこの車に合わせた数字をちゃんと処理して表示してくれてるので信頼性の高いものになってます。ピー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 言うてますから、パーキングとで戻る。でもちろんこれは後付けのカメラユニットアダプターつけてますから、このポンとボタンを押すとこういう初期画面ですね。これ、まあ、スズキのオーナーさんおなじみかと思います。ぐるーっと一周回って上に上がってっていうちょっと謎の演出が見れます。もう一回押すと戻るですね。こういうのもついてます。でスッキリタイプのユピテルのドライブレコーダー、もちろん前後取り付けしてます。今回付けたのはもうオーナーさんシンプルなんでいいからもう本気でええ音するスピーカーつけといてっていうことで選んだのがキッカーの CS シリーズですね。5万円以下のスピーカーの中では優秀なスピーカーだと思います。非常に薄型ですので、もちろん軽自動車のドアパネルとかインナーでも薄いスピーカーしか入らないこと多いんですが、それでもシュッと入ります。もちろんお金かけたくないっていう、もうお金かけたくないでも十分かかってるんですけど、かけたくない言うとあれなんですけど、インナーとかもねワンオフで作るんじゃなくて樹脂製のシンプルなもんでパパパッとつけてっていう形でついてる。もちろんデッドニングとかもしてません。でまあこれ結果オーライというかたまたまなんですけど、このツイッターのグリル見えるかな、縁がシルバーというかグレーというかアイボリーというかね、なんかそんな色してるんですよ。たまたま内装の雰囲気にドンピシャだったっていう、 こう結果オーライ的なものもあります。でドライブレコーダーやオーディオやナビや、ね、カメラ対応やとか一式そういうのをつけてるんですが、実はこれだけやってもディーラーで全部なんかわーっと組むのとほぼほぼ変わらない、ちょっと安いぐらいでできたりするってことがあるので、ディーラーさんでオプションつけてね、どうのこうのってなった時にちょっと心の片隅、心やない頭の片隅にでも入れといてもらって、そういえば AV がなんか同じぐらいでできるんちゃうかって言っとったな、行ってみようかぐらいの感じで思い出してもらえればありがたいです。ぜひそんな形で僕のことを思い出してください。僕のことを思い出さんでもいいですわ、なんせそのね金額のことを思い出してもらって、意外と純正入れるよりも社外品入れてやる方が安いケースって結構多いですから、ちょっとねあのリーダーさんには悪いですけど、こちらの方も売り上げの協力をしてくださいということで、ぜひ思い出してください、お願いします。で今回はあの何でしょう、この車シートヒーターついてるんですけどね、シートヒーター運転席側だけなので助手席側ケツ寒いやん背中冷たいやんっていうことで、今回は助手席側にもシートヒーターを組み込みしてます。これシートカバーもついてるんですけど、シートカバーの中なんですか、純正のカバー、純正のカバーっておかしいな、純正の表皮の中に埋め込みしてるので、触ってもそのなんかこうゴワゴワしてるとか硬いものがあるとかっていう違和感は全くありません。でこの純正の右のシートヒーターのスイッチの横につけてます。これでオン、ジャックと強の切り替えができるので、下を押したらジャック、上を押したら強ですね。これでお尻も背中もポッカポカ、もう僕的にはもうシートヒーターない車とかもマジで無理です。もう夏場でもシートヒーターは全開でつけてる男なので、もうシートヒーターは必ずいります。むしろハンドルなくてもええわ、椅子なくてもええわ、シートヒーターだけ欲しいわぐらいの感じです。椅子ないのはちょっとねあれです、ハンドルないのももちろん飽きませんけど、それぐらいの感じでもうシートヒーター必須です。さて、あんまり途切ることなく、途切ることなくというかワンカットっていうほど大げさでもないですけど、止めどなくおしゃべりしてきましたが、シンプルシステムなので紹介できるのはこれぐらいです。ただ僕このラパンとかこういうちっちゃい車大好きなんで、なんか一人テンション上がってます。スタッフのみんななんでそんなにテンション上がってんのって呆れてますけど、僕はちっちゃい車好きなんです、ほっといてください。さてあとここでもうちょっと調整を追い込んでからですね、まあ、できる調整項目も少ないですけど、社外品のスピーカーつけてそれなりのことをやってるわけですから、
ノーマルに比べてちょっと良くなったっていう程度ではオーナーさんも僕も納得できないので、これからまた微調整をしてお客さんに渡そうと思います。でディーラーで買わずに AV 関西を選んでくれてありがとうございました。またね、旦那さんの方の車のバージョンアップもお待ちしてます。それではご視聴ありがとうございました。